一の一症候群、一の一シンドローム。さあ、というわけで、一の一はどこからでも現れるさ。ね、原作の一の一をね、再現するステージっていうのはたくさんありますけれども、さ、初代スキンですから、一の一存分に満喫していきましょう。さあ、一の一警察なんだが、はーん、これは一の二へ行く土管ですね。で、ゴールを、はーん、一の一を壊していく。なるほど、一の一を逆走していくっていうパターンか。ってことは、もしかしたらここには、ここは出口の土管だから入ることはできないぬ、穴が塞がれている。なるほど、つまりこれは雰囲気を楽しんでいくコースだな。なんかクリボーの数が多い気もするけれど、ここは本来はキノコだったはずだが、はーん、あー、シンドローム、シンドローム、マジシンドローム。もしかしたらここにスターが入ってるかもしんない。あれ、スターがいない。くそー、シンドローム、めここの展開にはちゃんとあるんだね。しかし、あの、この時計怖いね。あ、ここの時計、あれ、あれ、キノコくん、キノコくんどこ行っちゃったの。うーん、シンドローム。ところでシンドローム点なんだ。あ、ここのワープキノコくんは残っていたね。よー、シンドローム、シンドローム。お、入れた入れた入れた。あれ、ここが出口になっている。何やら不思議な予感がしますが、さあ戻ってきて、おっと危ない。はいはい、シンドローム、シンドローム。おー、ちょっと待った待った待った。おー、巨大ボム兵くん。出てくんじゃない、出てくんじゃない。あ、ここはちょっと待った、原作にはなかったスタート地点の穴ですよ。これなんかあるんじゃない。あー、なるほど、下に何かありましたよ。ん、あれ、シンドローム、反対側に1の1があるぞ。一体どういうことだ。え、ここで中間、待て、こっち側にも地下に1の1が見え隠れしているが、特に何もなし。え、難しくない。ほっ、よし、難しくない。ここになんかあるね。お、ここにも中間がある。優しいユアンさんね。なんだこのクレーンは、一体なんだこのクレーンは。よし、よっ、ふっ、よし、ふっ、ふっ、よっと、うん。おー、随分と難しい動きを要求してくる。これはあんまり、これでいいんじゃねえ。はーん、よし、さ、さっきのゾウマへ戻ってきたぞ。さ、シンドローム持ってこう。よーし、シンドローム、よし。さ、なんだろう、サスケのね、レベル3こんなのがあった気がする。アイヤー世界の中心でアイヤーと叫んでしまったな。さあ、3度目のチュライね。そう、3度目の正直という言葉がある通り、そう、ガーナさんも同じ失敗は2度はしないのである。違うんです、違うんです、違うんです、違うんです。さあ、ちょっと死に癖がついてきたな。落ち着いて、そう、落ち着いて、大丈夫ルイージ君、
君ならできるよ。ね。永遠の2番手と言われたあの頃、ね。君が一体どんだけ頑張ってね、跳躍力を身につけていたか、ね、ガウナさん知ってるよ。そう、その跳躍力を、ね、ふんだんに発揮して、発揮して、あー、危ねえ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 、うー。はぁ。よし。音楽がないのが怖い。待って。よっ、よーし。よいしょ、よーし。ほい、よし。さ、よし。待って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 。あ、そっか、スタートのボム兵くんたちか。ひー、怖いここ。よし。よし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 。ここまで来たらもう大丈夫でしょう。よし。そして、ツタを、せーの、ツタって、はーん、行く。いけるよね。よし、入れた。おー、よかった。一の一症候群。これにて、すべて終了でございます。キノコも手に入れて、そして、これ超えるとなんかあるんじゃないの？何ですか？何もなし。うわー、なんだろう。ここはムーンサイド。ここはムーンサイド。はい、ゴールです。音楽が気持ち悪い。ははははは。いやー、コスクリアということで、1の1彫刻、1の1シンドロームでございました。いやー、なんだろう、前半に関してはさ、あ、こういう雰囲気ゲーなんだね、ユーマンさんすごく優しいねと思ったらね、なんかひっくり返してみたらなんかとんでもねえ鬼畜なステージが待っていたぜ。いいね。というわけで、牛さん、ユーマンさんのステージを遊ばせていただきまして、改めまして皆様どうもこんにちは、ワタピーことガルナです。今回も皆さんが作ったコースをどしどしと遊んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。注目コースです。長トロさんで、ウィンドガーデン、ガーシティガーデンということで、チャプター1、ベジタブルガーデン、セクション1、ピンクコインズアルボーナス、ピンクコインはおまけということで、いや、このウィンドガーデンっていうのが、スーパーマリオギャラクシーの、まあ、とあるコースの名前なんですね。星の名前なんだけど、まあ、もしかしたらね、それをね、彷彿とさせる、そんな雰囲気のコースかなと思って遊ばせていただきましょう。今回ね、BGM の変更でね、ウィンドガーデンもあるからね、流れてくれると信じてますよ。もう大好き。わあ、すごい。花だらけだ。花だらけだ。君も花の一種だね。かき棒くんは一応花の一種なのかい？花ちゃんも一応花か。きのこ。かき棒は踏むとひっくり返ってもう一回できる。ゆっくり置いて、でこれでひっくり返ったところでもう一回踏むことによって上のハテナブロックを難なくゲットできると。やったぜ、やった。じゃあもう君は用済みだ、さよなら。うわー、なんだ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 お前。うわー、やったぜ。びっくりした、びっくりした。いきなりね、よくわかんないね、のが流れてると。お、赤コインはおまけって言ってたけど、ちゃんと集めていきましょう。おー、丸々、丸々、よし、オッケー。ぬ、うん、はい。お、よし、もう無敵だ。なんだ、向こうには行けないのか。行けないね。スイー、スイー、よいしょ。君は花じゃないと思う。もしかしたらこの上に何かあるかもしれない。邪魔だね。よいしょ、よいしょ。待った待った待った。なるほど、あれはなかなか難しそうだ。でもガルナさんなら大丈夫って言おうと思ったんだけどね。大丈夫、誰にだって失敗の一つや二つある。そう、問題はその失敗をね、どうやっていかにつなげるか。うわっ、ほら、よいしょ、よし、失敗を次につなげるガナさん、男だね。よし、なんだこれ、気になるね。あ、なるほど、今のはヒントってことか。
うまくできている。なんだこれは。あーん、なるほど。この端っこになんかない？なんもない。なんもない。よし。すっ。そして、皆さんもお待ちかね。このツタを、せーの、ツタっていきましょう。さあ、続けて、セカンドステージへ。はぁはぁ。なるほど。コインがめちゃくちゃ光ってるぜ。この上に何かあるのかな？うわぁ、ノーシートになっちゃう。なるほど、さらに上がある。恐ろしいけど、きっとここにも何かあるはず。よーし、オッケー。あ、ダメか。とりあえず落ちて、もう一方の方からも、きっとなんか、あれは怪しい気配がするぜ。しかし、男マリオ、いや、ルイージ、行くしかねえ。行ける行ける行ける。怖い？怖いけど行ける！危ない！あはーん。よし。あはんってなんで。満腹の子を進めて、なるほど。さあ、3枚目のアクコインを携えて、部屋立て取っちゃう。そしてこのツタをどんどん伝っていって、上には何があるの？ぬ？ぬ？待った待った待った。怪しい。あ、これ難しいね。いけたー！よし！で、何が起きんの？達成感？ただの達成感ですか、これは。達成感の可能性があるぞ。あ、違った！やったー！そして、赤コインもゲットだ。なかなか今のは難しかったんじゃない？うん、なるほど。こっちにも何かあるね。特になさそう。あちこちにさ、要素が散りばめられてるよね。さあ、行こう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 。待って待って待って。おー、ボスシュート。ほえすごい、チン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 。うわー、すごい大量のツタをこの伝っていく感じ。さあ、そして。うるさいけど。まあまあまあ、待って待って、さすがに何かあるだろう。こういう怪しいところに、マリオさん。ほら、やっぱりやった。なになになに？よし、倒した。よし、とりあえず入ってみようか。下には入ることはできない。両へ行こう。うわぁ、そういう。そういう人、この花ちゃんをなんとかして、いてて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 、おお、やった、最後に最後に最後に、ああ、これウィンドガーデンって下に書いてあったんだ。で、このおお、やったぜ。で、最後は彼にワンプを取ると。すいー
なるほど。こういう感じの音遊びの使い方も全然ありですね。ね。このウィンドガーデンのね、雰囲気に飲まれてましたけれども、各所に音遊びも設けられていて、さらにこの赤コインを集めるっていうギミックの他に、ちょっと難しいけれども、ワープキノコを集めるっていうものも含まれていたりして、なかなかにね、やりごたえのあるステージだったんじゃないかなと思います。いいね。いやー。では、次行きましょう。視聴者コースです。ヨトさんからいただきましたトレジャーハンティング。目の前に広がるお宝、どうやら P スイッチが必要なようだ。洞窟を探検して P スイッチを探していくことよ。 Find the P スイッチということで一言いただいております。こんにちは、印税もとい。お宝部屋の前まで来たガルナが、あ、違うわ、マリオか。ああ、ガルナさんでしたか。マリオさんでしたよね。うん、ルイージなんだけどね。その部屋に入るためのアイテムを探しに行くステージを作りました。よければ遊んでみてください。よし。ということで、ね。長々にこのね、動画をね、シリーズを見ている人に、印税という名前がね、知り渡ってしまいましたけれども。そう。印税というのはですね、そもそも税金ではないんですね。うん。CD だったら、売れた枚数だけ。着歌だったら、着歌って古いな。ダウンロードされた数だけ。P スイッチを見つけろって。ははん、なるほど。あれを見つけてね、行くのが、今回のルイージ君の締めてみた。鍵もあるのか。まずはキノコ。怖いからスピンジャンプで行こう。何の骨だ。怖いぞ。トレジャーハンティングしていこう。何の音だ。怖いぞ。スイー。何の音だ。怖いぞ。ふん。危な。なるほど、キノコの補充だ。ここからは何も出てこない。何も出てこないとこは怪しいのでは。怪しくないね。お前ごっつんくしてるけどちょっと痛そうだね。さあ、トゲゾウも何のその。狭い道を突き進んで上にファイアバーが見えるね。ちょっとチラ見せたね。あ、P スイッチだ。やったぜ。帰ろう帰ろう。行きはよいよい、帰りは怖いなんてことがないように気をつけたいところですね。まあ、特に刺したる危険性もなさそうな感じですね。巧みにすれ違ってますね。いて。でも大丈夫、ここに補充のキノコがある。優しいね。ててて、走ればなんてことはなかったね。おや、ファイヤーまでくれちゃう。ありがたいぜ。なんでドキドキするの。なんか降ってくるの。ファイヤー。あ、なるほど。ピースイッチを守れ。に苦労することなくボスを倒した。こんなんで憎きボスを倒してよかったのだろうか。しかしこれで P スイッチを見つけることができたので、私はめでたく。ヒューン。待機。今じっと耐え忍ぶとき。そう、やったぜ。そう。わあ、やった。なんか復活してる。やったぜ。大量の印税をゲットだぜ。待って。ああ、一個取り逃しそう。ごめん。さ、ノルマは達成。もうちょうだい。もっとちょうだい。ケチー。さ、というわけで、ゴールでーす。よーし。いやー、しかしまあ、ね、こう、クリアしたご褒美に、印税をたくさんくれる。ね。現実世界でもこうでありたいものでございますけれども、トレジャーハンティング、りょうとうさんのステージを遊ばせていただきました。いいね。いやー、でもね、やっててとても気持ちいいコースでしたね。
適度な難易度、適度な新要素、そして、適度な印税、いや過剰だったかな、ね、皆さんもぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。というわけで次のコースもやっていきましょう。選抜コースです。23歳 D カップ女子大生という名前でやっているのは漫画家のノッツさんです。ということでノッツさんのヒエラルキー、つらい縮図なるほど、マイクロキャズムということで、ノッツさんの身に一体何があったんだヒエラルキー。遊んでいきましょう。そんな辛くないよ。主乗時1時間、面白かったですよ。あなたの漫画好きですよ、曲も好きだよ。よし、やっていこう。さあ、辛い気持ち、ルイージ君で遊ぶのがなんともヒエラルキーを感じますが、もうあの赤い兄さんには負けないぜ。思ったんだけど、なんか怪しいぞ。大丈夫大丈夫、そんな縮図ルイージ君が全部踏み潰してくれよ。ははーん、よいしょ。よし、な、俺はヒエラルキーじゃ。よーし、ガルンさんを舐めるんではない。そんなヒエラルキーがなんだ。よし、なんですか、なんですか。待って、よし、よし、危ね。これ実はガンさんめちゃくちゃうまいのでは。何が笑ってんねん、そんな縮図関係ねえぜ。待て待て、これ絶対なんか歌う、絶対なんか歌う。そうなんだよ、やっぱりな。そうそう、上級国民だよ、やっぱ上級国民じゃなきゃな。そうそう、上級国民を目指していこうぜ。怒られちゃうからこれ以上ネタやめるけど、待って待って待って、一瞬で印税天国が終わってしまったぜ。そう、やはりね、ピラミッドのてっぺんってのは最高だぜ。富が集中するぜ。なんかすごいことになってる、なんかすごいことになってる。これがピラミッドの頂点の世界。え、人生こう一生懸命働いてね、身を骨にしてまで働いて頑張って働いた人のね、上に立つこの王様ですよ。人生とはそういうものなのかもしれません。格も儚きかな。一体私は何を言ってるんだ。というわけでヒエラルキーでございました。何か哲学を感じますけれども、ノッツさんの身に一体何がいいね。まあ少なくとも私はね、価値のある人間でいたい。そう、そのために今日も頑張ってスーパーマリオメーカー2で皆様にね、哲学を教えていく。ちょっといい話にまとめようとしたぞ。よし、これで全ての件はチャラだ。よーし、というわけで明日から頑張ってまた印税稼いでいこうな。というわけで、今回はここまでとなります。お相手はワタピーことガルナでした。それじゃあ皆さん、またね、バイバイ。よかったんかな。